はい、今から5分対決です。よーいスタート。よーいスタート。シイラちゃんは早速メイクコーナー。はい、木木はね、お、早速1個。シイちゃんは決まりました？あ、ゴム、はい、チャック、クリップです。ええ、クリップです。しーちゃん、のクリップです。木だけ。ゆこ、じゃあもういいの？終了です。終了です。終了です。はい、はい、お家に帰ってきました。イエーイ。じゃあ早速買ったものを紹介します。一つ目から、せーの、じゃん。はい、まずリココちゃん、そちらはじゃん、木です。何作るの？内緒。内緒、なんか気になる。はい、そしてせーの、じゃん、ココミちゃんはペンケースです。キーホルダーみたいな。キーホルダー、人魚の尻尾だね。なんか気持ち悪いです。こんな感じです。で、これは星の星、人手、人手かな。じゃあ次、私はじゃん、黒いヘアゴムを買いました。習い事で使うかも、このヘアゴム。あ、なるほどね。はい、2個目、せーの、じゃん。はい、リココちゃんはプルンとこんにゃくゼリー。これも最後の最後でね、ポッて入れてたね。そしてココミちゃんはカラーファスナーです。何を作るの？まだ決まってないんですよ。何でしょ？それよく買うよね。それよく買うよね。はい、セイラちゃんはジャンタイマーです。中学校になると、やっぱり勉強とかで、時間制限とか、作った方が楽じゃないですか。楽なんですか？測った方が集中できるかなと思って。確かにタイマー、私もさ、5分チャレンジでさ、いっぱいめっちゃ集中できる。あ、そうだね。だからタイマーを選んだ方がいいと思います。じゃあ3つ目、せーの、じゃん、じゃん、電池。はい、リココちゃんの炭酸電池は何ですか？お名前シールの文房具とかにお名前を書かなきゃいけないから、シールは貼ろうと思ったら電池がなくて貼れなかったんだよね。はい、そしてココミちゃんはブロック型の蛍光ペンです。蛍光ペン、これはブルーとオレンジ、こういう感じです。つけるの？つけれるんじゃない？おお、すごいですね。なんか一見ブロックに見えて、ペンみたいな。じゃん。おお、なるほど、かわいいね。かわいい、おしゃれ。ピンクと黄色で迷ったけど、やっぱり、じゃあ次はじゃん、グルーガン。何作ったの？え、いろいろ。それさ、なんか入ってる？はい、すみません、そのグルーガンの元だけ買って、いいパターンですね。残念。え、でも、え、どういうの？細いね。ね。別個で売ってるよ。そういうパターン多いよね。うん、そういうパターン多いよね。またじゃあ、この買ってください。はい。じゃあ、4つ目。あ、そう。せーの、じゃん。あ、もうリココちゃんは以上です。以上だからもうゼリーを食べてるってわけね。ココミちゃん、何それ？また健康マーカー？健康マーカー。これ買おうか迷ったやつ。だから言ったでしょ、これ。あ、ピンクとオレンジ、黄色があるから、やめたの。じゃーん、いちごと青りんごとレモンです。ココミちゃん、そんなに健康マーカー？アップルか。健康マーカーいるの？いるの？いらないと思うんです。私もいるかもしれない。なんかパッケージみたいなのが可愛いから。これもでしょ。かわいい、かわいい。じゃあ、私はブラシ、アイライナーブラシ。あの、じゃあ、そんなのいるの？いや、もういいの、いいの、普通に。ああ、
ちゃいやつが欲しかったんで、はい、こちらにしました。よかったですね。よかったですね。じゃあ5個目、せーの、じゃん。ここみちゃんはじゃーん、マグネット付きホワイトボード。イエーイ。それは何を書くんですか？なんか欲しかったから買いました。この水色持ってた持ってた、持ってたね。なんか見たかった、でかいのが欲しかったんだけど、これが別々だったからやめた。私はこちら缶バッジのケースカバー、カバーですね。6個目、ラスト。私、ここみちゃんのラストですか？せーの、じゃーん。ずいぶん紹介します。これは中がピンクです。パステルみたいな色をしているので買ってみました。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいので買ってみました。はい、私はじゃん、2回目、こちらのペンです。こっちか迷ったけど、こっちカゴに入れようとして持ったけど戻しました。でこっちを選びました。私それ、はい、残るはセイラちゃんだけです。2つあります。よく買うよね、はい、セイラちゃんって。じゃん、ミラー。それも迷った。あの、やっぱりでかい方がもしお出かけするときとかメイクする見やすいじゃん。うん、セイラちゃん、あのニューニューミラーが同じ大きさだよね。え、同じ？同じだよ。言ってよ。いや、知らないし。いやいや、私だって知らないし。じゃあ、ラスト。はい。じゃーん。あ、それあったね。これ、ペンライトを置きます。ペンライトを今回置ける？なんかそう。あ、持つところここぐらいまでじゃない？あー、置けた。なんとか、置けた、置けた。はい、以上です。以上ですか？ここみちゃんが6個、セイラちゃんが8個、ゆここちゃんが5個。3種類だけど500円、5個。以上です。以上です。ゆここちゃんなんか渋いのばっかり買ったね。え、私なんか女子系じゃない？こちらがここみちゃんの分です。パステル系で可愛いね、ここみちゃんの。うん、そうですと、ね、そうです。これとセイラちゃんのか、まあ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 実用品的な、はい、実用品感じですね。そしてリココちゃんがこちらでした。はい、渋いです。はい、以上です。はい、今回の5分間お買い物チャレンジはどうでしたか？かか、多分私が一番いいと思う。多分ね、うんうんうん、あの女子にはコミちゃんがいいと思うけど、中学生にはやっぱこういうのがいいと思う。みんなさんは何の部活に入りますか？セイラちゃんはちなみに何の部活に入りたいですか？美術かコンピューターか迷ってるけど、やっぱり美術にしようかなと思ってます。はい、ママはね、コンピューターがいいかなと思ってます。確かに、編集とか。そうそう、なんかね、資格も取れるよって言ってたよ、コンピューター。でも美術は憧れです。憧れです。あの、美術って何やろ。美術って何、ね、絵描いたりなんか作ったりするんじゃない？吹奏楽部とかいいなと思って。うん、ママに絶対大変だからやめとくなって言われて。って分かんないけどね。いいよ。ということです。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくね。サブチャンネルも見てね。バイバイ、また見てね。あ、ゆここちゃんのたんこぶは治りましたか？治った？スイちゃん触ってみていいよ。優しく。よかったです。チャンネル登録お願いします。こちらの動画